ずっとこの先行投資と元、先行投資と元を投入してそして届けるっていうこの1,2,3っていうものを繰り返しながら得たお金をまた次に初期投資にの支払いや先行投資元にお金作ってまた労力かけて売り上げる、こう何回か繰り返していくんです。何回か繰り返していってやっとお金が残るようになるんです。なんか長い話でしたよね。実は私のね、あの知り合いにご商売されている方がいて、その方がですね、お金がない、お金がないっていつも言ってるんですよ。要はなんか商売うまくいってるっぽいけどなって思うんですが、その人、お店作って、ね、お店、まあ、テナントかなんかかな、まあ、お店の家賃、ね、建てて、そして材料、いわゆる売る商売道具のもの、ものを仕入れて、で販売するんです。儲かったお金でまた次の、販売する材料を仕入れるんです。これ全てのビジネスがそうなってますよね。全てのビジネスが元を買ってきて自分のところで価値を上げて売る、その利幅が残りのお金でも、そのお金をまた元に費やして、そしてまた、そこを価値を大きくして、販売して、このずっと繰り返しなんですよ。先行投資、元投資、届ける、で届けたならば代金回収して、その代金回収したものでまた元を仕入れて届けて代金回収して、でまた元を仕入れて代金回収して届けてって、これ利益が出るまでめっちゃ時間かかるんですよ。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。農美事会を運営しています山下博之です。さあ今日もですね、農作業しながらでも結構ですので、こちらの農を一緒に耕していきたいと思います。さあそれでは本日のテーマはこちらになります。新規で農業を始めようとする人が成功できない真実というような、まあ、タイトルになっています。まあ、今回はですね、まあ、こちらあります通り、新規で農業にね参入されてなかなかね鳴かず飛ばずで苦しいよという方たくさんいらっしゃいます。もちろんこれは、個人の農業者のみならず企業の農業参入も、まあ、同じです。で私もともとこの仕事っていうのは農業参入コンサルタントっていうことで、始めました。今から133年前ですね、ノーテラスという会社を作って、これからね誰でも農業をやっていい時代なんだ、だから、ゼロベースで農業をやる人たちを応援しようと、まあ、そういうところで、新規農業者、新規農業参入者をお手伝いするというふうなところで、このビジネスを始めました。ところがですね、もちろん成功するとこもありますし、うまくいかないところもある。これあの他の動画でもお話した通り、山下さん何、山下さんが手伝うと 100% 成功するんですかなんてよく言われるんですけど、そんなことはないです。これ答えを言うと8対2です。やっぱりうまくいくのはやっぱり 20% しかいかないんですよね。これ厳しい話ですけども、全ての業種業界がそうです。だから私が手伝ってるとこも正直言うと 20% しかうまくいってない。じゃあなんだ山下さん全然力不足じゃないのって言われるかもしれないけど、いやこれにはねちゃんと理由があるんですよ。もうそんな立て付けに実はなってるんですよ。だからそこをねちょっと今日は深掘りしていきます。でこれは既存の農業者、もうすでに農業やってらっしゃる方も、改めてなぜ新規農業者がうまくいかないのか、まあ、ここの本質的な真実をつかむことによって、自分の今のビジネス、今の農業というものを、あ、なるほどそういうことだったのかって見直すきっかけにもなります。もちろんこれから農業をやろう、脱サラして農業を始めたいという方にも非常にこれ役に立ちます。ですから、まあ、最後までねちょっとお付き合いいただきたいと思いますけれども、先に結論言うとですね、結論は農業は養殖業です。だから時間がかかるんですよってことなんですなんだその結論はと、なんだそれはと思われるかもしれないけど、この農業は養殖業なんですよ。だから難しいんですよ。まあ、そういったお話をね今日はやろうと思ってます。内容は3つですね。そもそも農業は3つのことをやらなきゃいけないよ。1つ目が水槽を準備しなきゃいけない、2つ目が稚魚を買って養殖しなきゃいけない、そして3つ目が出荷して代金回収しなきゃいけない。まあ、ここの話をねちょっと掘り下げて、なるほどだから農業は難しいんだ、だからそこを工夫すれば、うまくいくんだっていう逆説で考えていただければいいなと思ってます。さあここお知らせですね。伸び地セミナー毎月やっています。2月の伸び地セミナーはですね、いつだったかな、まあ、また改めてご案内しますけれども、まあ、2月も上旬にですね、伸び地セミナーやろうと思っています。
で、ノービジ VIP 会に、ね、ご登録いただくとですね、これは月々の会費が必要になりますけども、毎月のセミナーはですね、無料で参加いただきます。もちろん当日参加できないよという方もアーカイブで見れるようなサービスもございます。で、そして特典としてですね、実は過去の動画で非常に勉強になったといわれるノービジセミナー、もともとこのノービジ会というのは農業ビジネススクールの名前を変更した形になってますけど、以前やっていた農業ビジネススクール、これめちゃめちゃちょっと金額高かったんですけど、その時の動画がですね、なんと丸々、プレゼントしますというね、もう大盤振る舞いの内容になってますのでね、そちらもぜひね、ご視聴いただければと思ってます。まあまあ宣伝はこのくらいにしまして、次行きましょう。さあ、新規で農業を始める人が成功できない真実なんですけれども、これ本日の内容、まずこの水槽を準備する、そして稚魚を養殖する、そして出荷回収するっていうこの3つ、この話ですね。じゃあまず一番最初のこの、水槽を準備する。さあ皆さん、農業一回置いていきましょう。頭の中からね、一回農業を置いて、はい、じゃあ、水産業、いわゆる養殖を始めようと思ってください。いや、この前ね、ちょっと NHK でやってたんですよ。ヒラメかな、ヒラメの養殖をやってますよ、脱サラしてヒラメの養殖やるって。でその人すごいなと思ったんですけど、だって全然普通のサラリーマンやってた人がいきなりヒラメの養殖しようって思ったんですからね。でその人まず何やったかって言ったら、水槽を準備するんですよ。そりゃそうですよね、水槽がなければヒラメ養殖できないから。でじゃあ水槽準備しようと思うんだけど、その人別にサラリーマンだから、もともと水槽があったわけじゃないんです。だから一番最初、水槽を準備する、先行投資です。お金かけて水槽準備するんです。まあ、テレビで見た中では、なんか農業用の温室みたいなところに、水をためる水槽、まあ、プールみたいなのをね、いくつか作って、でそこに、ヒラメですから海水をこうジャブジャブ入れて、でそして、養殖する、何、一番最初のセットアップですよ。一番最初まず、そこにはまだ魚いませんからね、あくまでも、ヒラメが、を生産出荷するための環境を整える、環境、はい、これって我々農業も実はそうなんです。あ、山下さん、トマト作ろうと思うんですよ、で農業を参入しようと思うんですよ、あ、そうなんだ、でまず何やんなきゃいけないか、その生産をする農地があって、ビニールハウスを、温室を建てたりする、もしくはトラクター買ったりする、選果機、選果、ね、作業場作ったりする、先行投資がいるんですよ。ここがとにかく大変なんです、うん、でもまあ100歩譲って、じゃあその水槽が準備できたとしましょう。そしてその代金っていうのはいずれ回収しなきゃいけないですよね。仮に1000万かかったら、何年かかけてその1000万というのを回収しなきゃいけない、だから、基本的に、よく企業が農業参入するときに、まあ企業が農業参入するときは100万200万儲けようなんて思いませんよね。まあ、従業員を何人か使って、事業としてやりますので、まあ、せめて1億円ぐらいにやりたいと。いや、山下さん、1億円ぐらいの農業やりたいんだけど、ゼロベースなんだけどいくらかかるってよく言われます。これシンプルに、1000万利益上げるときは1000万、2000万利益、売り上げ上げたければ2000万、3000万、売り上げ上げたければ3000万必要ですよ、みたいな言い方は割と私も以前やってました。だから1億円の売り上げを上げたいならば、1億円の先行投資が必要ですよっていうふうに、まあ分かりやすくね、そんなふうに表現をしていました。もちろん補助金の関係だったりしますし、規模が大きくなればなるほど先行投資っていうのは、まあ、コスパが良くなりますので、8000万ぐらいで済む場合もあります。ただそんなふうに、とにかく最初にお金がいるんです。もちろん自治体とかによってはその先行投資を補助しますよっていう仕組みもありますので、まあ、そちらの方をね、上手に活用してほしいんですけども、まずはそもそも我々は物を生み出す、この環境を整えなきゃいけないっていうビジネスにいるんだ、まあ、こんなふうにご理解ください。ですからここでまず売上からの逆算絶対必要です。じゃあ次はどうなのかというと、次はやっと水槽ができたところで、いよいよ稚魚、ね、ちっちゃい魚、ちっちゃい魚を仕入れてきます。でその仕入れてきたちっちゃい魚をいよいよ持って養殖します。餌を与えて大きくしていく、これだから畜産農家も似たようなもんですよね。ちっちゃい牛買ってきて大きく育てて出荷するみたいな、つまり元を仕入れなきゃいけないです。元を仕入れる、
なんかね、山下さんなんか何当たり前のこと言ってるのって言うけど、いや改めて考えてください。我々がやってる農業っていうのを養殖業に置き換えると、何を一体やってて、何にお金かかってて、なぜ儲からないのか、なぜ儲かるのか、これが分かってくるんです。さあ養殖、いわゆる水槽を準備しました。じゃあ稚魚を買ってきます。つまりここに元を仕入れる、ここでもまたお金が発生します。お金が発生しますよ。いいですか。でもここでお金が発生するんですが、その稚魚のまんま売ったところで、じゃあ100万円分稚魚買ってきました。そのまんま稚魚を売ったところで、さあ買ってくれる人が100万円で買ってくれるとするならば、100万意味ないでしょ。で自分で100万円分稚魚買ってきて餌をやって、それが全部売れた時に、大きくするもんだから、大きくして100円で仕入れたものを1000円にして売るわけでしょ。ここに価値、大きく育てる価値で、まあ、農業の場合でいくと種とか肥料とかも買ってきて、あここの場合はだから餌も含みますよね。種とか肥料とか買ってきて、自分の養殖場、いわゆる農地だったり温室だったり、そこの養殖する水槽で大きくするわけでしょ。で大きくして実をならせた、実を売ったり葉っぱを大きくしたりして、売る。つまり我々は何やってるかっていうと、価値を生み出してるんです。でも価値を生み出すために、この、水槽を準備して、その水槽に稚魚を買ってきて、稚魚を大きくして、そして価値をつけて売っているっていうビジネスなんですよ。わかりますよね。すいませんね、まどろっこしくてね、で最終的にそれをお客様に届けることによって、その対価を得てる。稚魚のまま来たって、これで、ね、食べれないよって、大きな魚にしてくれて、おおこれ身が厚いね、あのこのヒラメプリプリしてるねっていう風に価値が高くなったんで、ありがとうねって言って、代わりに、はいじゃあ1匹1000円ねって、まあ1000円でか取引できるか分かんないですよ、で、あお客さんが良かった、つまりお客様がこういうヒラメが欲しいなっていうものを代わりに養殖育ててくれている対価を払う、だからありがとうねってなるわけ。まあ、これが養殖ビジネスになります。だから農業も一緒で、種肥料、自分で水槽を準備して、そこに稚魚買ってきて大きくして育てて売るから、そこにありがとうねが返ってくるわけ。いいですよね。ところが、ちょっと待ってくれと。なかなかこれで、まあ、まとめですけど、じゃあせっかく設備投資して水槽を買って、そこに稚魚入れて大きくして売った、だからそこでお金が入ってくる、お金が入ってくるけど、この先行投資の水槽の分の支払いもやんなきゃいけないし、次の稚魚も仕入れなきゃいけない、まあ、農業でいうと次の種とか肥料とか資材も仕入れなきゃいけない、そしてまた大きくして餌やって、エネルギー使って労力使って出荷して、やった売り上げ上がったっていうけど、その売り上げもまた最初の設備投資した、先行投資した養殖場の支払いもやんなきゃいけないし、さらにまた新しい稚魚を買わなきゃいけないし、その餌も買わなきゃいけないし、従業員労力もいるし、ずっとこの先行投資と元、先行投資と元を投入して、そして届けるっていう、この1,2,3っていうものを繰り返しながら、得たお金をまた次に初期投資にの支払いや先行投資元にお金作って、また労力かけて売り上げる、こう何回か繰り返していくんです。何回か繰り返していって、やっとお金が残るようになるんです。なんか長い話でしたよね。実は私のね、あの知り合いにご商売されている方がいて、その方がですね、お金がない、お金がないっていつも言ってるんですよ。要はなんか商売うまくいってるっぽいけどなって思うんですが、その人お店作って、ね、お店、まあ、テナントかなんかかな、まあ、お店の家賃、ね、建てて、そして材料、いわゆる売る商売道具のものを仕入れて、で販売するんです。儲かったお金でまた次の、販売する材料を仕入れるんです。これ全てのビジネスがそうなってますよね。全てのビジネスが元を買ってきて、自分のところで価値を上げて売る、その利幅が残りのお金でも、そのお金をまた
元に費やして、そしてまた、そこを価値を大きくして、販売して、今度ずっと繰り返しなんですよ。先行投資、元を投資、届ける。で、届けたならば代金回収して、その代金回収したものでまた元を仕入れて届けて代金回収して、でまた元を仕入れて代金回収して届けてって、これ利益が出るまでめっちゃ時間かかるんですよ。わかります？これが新規で農業を始める人が成功できない真実なんですね。さあ、そこからすると、新規で農業を始めて成功するにはですね、これ先ほどの養殖の方も含めてなんですけど、儲かった、また投資した、また大きくした、お金儲かった、お金が入ってきた、でまた投資したって、これ繰り返していくうちにざっと7年かかるんですよ。7年かかるんですよ。とにかく時間かかる。でもその7年間飲まず食わずってわけにはいかないじゃないですか。でそこに借り入れが発生したり、でも借り入れがあったところで金払わなきゃいけないっていうふうに、この事業というのは何の事業でもそうですけど、今から新しく商売を始めようと、養殖を始めようと、農業を始めようと、時間がかかるってことなんです。でこの時間がかかるってことを分かった上で取り組まないと、途中でお金が尽きて、体力が尽きて、エネルギーが尽きて、もっと頑張ればいずれこの雪だるまは大きくなるのに、あーって言って終わっちゃうんですよ。これが僕が考える新規で農業を始める人が成功できない真実だというふうに思っています。じゃあ逆によ、僕みたいに農家の息子が水槽がある、ね、水槽があるならこの分いらないじゃないですか。ところがいくらこの水槽があっても、その水槽、親が使ってた温室やトラクターやトラックや、土は全部古くなってるんです。だから結局また息子の代になっても投資しなきゃいけないです。そしてまた材料買わなきゃいけない。一緒なんです。僕も結局親が持ってたハウス全部建て替えて、27歳の時に4800万5000万近くやっぱり先行投資したんです。全部入れ替えたから。だからそれを支払いながら常に種代肥料労力をこう投入してお客さん届ける、得た利益をまた追加、これいつまでだったら金になるんだって。ちょうど私も利益が出始めるのに27から始めて34、7年目にやっと利益が出始めたんですよ。もうそんな風になってるんですよ。さあ皆さんいかがでしょうか。もし、いやうちはそんなんじゃないよって言うけど、もし皆さん方が設備投資を親がやってくれてて、まだ投資しなくていいよ、うちはただ元だけつぎ込めばあとは利益でになるよっていうふうに、今安定していらっしゃるところもあるけど、いずれそれまた改めて先行投資、ハウスの建て替え、トラクターの新品、いろいろお金をかける。でそうなってくると同じようなサイクルが回ってきます。さあ成功するのは 20% です。これを上手に考えてスピーディーにこれを回していきながら利益を残せるようになる、これを考えるのが経営なんですよ。いいですか。新規で農業始める人がただ農業が好きだから始めたいとか、なんか今の仕事が嫌だからやるだとか、今まで勤めたところがストレスだったから実家の農業を継ぐようになりましたとかいう方いらっしゃるけど、いいですか、しっかり考えてください。いやぜひ農業やってほしいんだけど時間かかりますよ。この時間がかかるってことを何て言うかな、取りこぼしたまんま始めると苦しいのはあなたですよ。だから僕は、そうなって、もしスタートされてるんだったらもう一回ここを考えればいいし、今からやろうという人はしっかりとこの辺をね考慮した上でスタートを切っていただきたいなと思ってます。はい、ということでね、私とにかく農業で成功するために経済的な豊かさも得てほしいんですけども、精神的な豊かさもぜひね皆さん方と共に共有したいなというふうに思ってますので、こういった情報で出させていただいております。はい、ということでね、今回これで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。